勝利をこの手に。舞い散る雪がターフを白く染め上げます。除雪作業の進むここ阪神レース場、馬場状態の発表は大間です。雪化粧といえば聞こえはいいですが、走る子たちにすれば厄介ですね。さあ1番人気の紹介です。成田ブライアン、3番人気にはガイバスターレット、2番人気は天皇賞馬娘メジロマクイーン。実力は1番人気にも引けを取りません。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはガイバスターレット、13番セイウスカイ、期待通りの結果を出せるか。1番人気成田ブライアン、ガイバスターレット快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭をかけますガイバスターレット、続きは12番さらに外セイウスカイ、そのうち並んで13番、この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭はガイバスターレット、単身で飛ばしていきます。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、レジロマクイーン上がっていきます。ちょっと前に出ましたね。先頭は依然ガイバスターレット、一馬身リード。続きました、13番外から外から全運スカイ、そのうち並んで12番2番5番手、後からレジロマクイーン、少し離れて17番、後からハッピーミーク、そしてその内を回って14番、向こう正面に入って先頭はガイバスターレット。現在1番手はガイバスターレット、そしてここで先頭は13番、そしてその内を回って12番、その外並んで天運スカイ、2馬身3馬身開いて2番、それを見るようにレジロマクイーン、その後17番外でウィニングチケット、そのうち並んでハッピーミーク、少し離れて14番オグリキャップ、続いている1馬身差成田ブライアン、2馬身離れて5番外を回ります。16番エルフォンドルパター追走、そしてその後方には4番、後方2番手に8番、7番最後方からという体勢であります。第4コーナーカーブ、勝負どころ最後の直線へとかけていきます。まだ差がある、ここから先頭を捉える子は出てくるのか。この直線で勝負が決まるのか。外から先頭を捉えるのはこの翼で、高く高く羽ばたいたりしてますわ。天まで登り勝ち取りました。